キリーちゃん、このメモを見ていたらもう分かってるよね。そう、錦山君に情報を流していたのは私。本当に本当にごめんなさい。私、錦山君のこと愛してた。彼に振り向いてほしかった。だから彼の喜ぶことは何でもした。あの人が望むことは何でもしてあげたかった。それがどんなにいけないことかは分かっていたはずなのに。本当バカだよね。でもあなたたちに会って何が大切なのかを思い出した。今更だけどね。私は責任を取りに行こうと思う。私なりの責任を。レーナ。兄貴。シンジ君、お前どうした？レーナさんです。兄貴を裏切っていたの。ああ、俺もさっき知った。レーナさん、セレナに錦山さん呼び出して撃とうとしたんです。何？今俺と逃げてます。シンジ、今どこだ？よくわかりません。ミレニアムタワー、サイの河原が見えます。シンジ、待ってろ。すぐに行く。それまで絶対に死ぬなよ。がつくぜ。目障り。ちょっと
ないぞてめえ殴るわ。何なんだ。分かってんのか、うん、誰の許可取って俺らの視界に入ってきてんだよ。何なんだ、痛くて苦しいのか。お前まだ痛いとか思ってんのか。許して
俺だ。今どこだ。雑居ビル跡です。サイの河原近く。分かった。早く来て。俺が行く。おい、そこのお前。お、待てって。よう、あんた。ちょっと金持ってねえか。聞こえねえのかよ。さっきまで飲んでたんだけどな、これからもう一軒行こうと思ってんだよ。だが金が足りねえ。そんでよ、ちょっと財布を厚くしたいんだよな。財布出して消えろよ。やんねえか。せっ、うわっ、you
キルちゃん、さすがや。キルちゃん。